はい、皆さんこんばんは、日曜日の、夜9時を回りました。ダレちゃんの時間がやってまいりました。本日、2月12日、鳥羽の火祭りから、帰って来られた方々、お帰りなさいませ。鳥羽の火祭りどうでしたかね。僕も行きたかったんですけどね、すっかり忘れてまして、行く時間タイミングを逸しまして、あとまあこのダレちゃんがあるんでね、まあそういうことはまああんまり行けなかったんですけども、今日も、1時間ですね、ちょいぐらい、お話の方に付き合っていただければというふうに思います。あと画面を見てね、気づいた方もいるんじゃないかと思いますけど、今日カメラの上にですね、僕専用の美人ライトが今日から取り付けられまして、こうちょっと眩しいのも、カメラ目線だと眩しいんですけどね、ちょっと、映像が綺麗だとちょっとひげ剃ってないんで見えちゃうかなっていうところもありますが、まあその辺は気にせずにお耳の方だけ貸していただければ幸いなんですが、じゃあ早速なんですけど、今日のテーマなんですが、画面の下の方にもね、書いてあります。変態についてということで、まあなんというタイトルなのかというところなんですけど、まあ、今日はね、久しぶりにまあ変態ということで、ちょっとこう、普通変態というとね、どうしてもこうエログロというか、こうちょっとゲスな下ネタ系のね、ゲスなこう下の方の話になっていくんじゃないかなと思うんですけど、今日はあえてですね、そちらの方に持っていかないようにですね、意識しながら、こうあくまでもこうちょっとこうアカデミックなね、インテリジェンスなこうところでこう抑えておきたいね、まあサブカルチャー的なところまでぐらいでね、深度の方は止めてですね、まあ話を持ってきたらなというふうに思いますんで、今日は久しぶりにですね、懐かしのブイスト時代にこう一世を風靡しましたホワイトボードのパフォーマンスをですね今日はちょっと使って、やっていきたいというふうにまあ思うんですけども、そういや今日はねゲストを用意しました。あ、いますか。はい、ゲストでですね、ちょっとインテリジェンスな、あ、インテリですね、もう見た感じインテリですね、はい、彼はね、はいはい、メガネかけちゃってね、はい、青森くんっていうのが、はい、はい、来たんで、まあ、声だけの参加ですけどね、はい、そう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 、はい、では、はい、挨拶を、はい、青森くん一応こうフレーバーコーヒーに出入りしてるんですけども、特にないですね。ちょっと何言うかわからないんで、やっぱり変態ちょっと姿見せられんもんで、ちょっとリアルちょっとリアルに本人は変態らしいので、まあちょっとこう、ね、映像に映すことは難しいので、あ、なるほどね、まあ、そういうことか。まあ一応今日の彼の格好を言いますと、大変赤のパーカーが似合ってますね。もう本当にこうイタリアンレッドというのも本当に真っ赤なシンクのちょっと朱色っぽいかな。そうだよね、ビビッドな赤だよね。僕は好きですけどね、ああいう赤色をね、まあ着てるんで。ただもう首から上は変態です変態なんで、まあね、そんな彼に僕は今日ちょっと助けてもらいながらね、アカデミックな話題を入れてくださいます。じゃあスタッフの中さん、今日も、はい、1時間よろしくお願いします。はい、よろしく。じゃあまずですね、変態なんですが、うん、このタイトルバックのところね、はい、変態って漢字で書いてありますが、今日話をするのはこういうことです。はい、ちょっとライトの光をうまく加減しながら出しますけど、変態漢字で書いてありますね、はい、ではなく、はい、今日話をするのは最終的にここです。あ、こっち、カタカナの変態です。カタカナの変態、はあ、要はこの漢字の変態っていうのは、はあ、これだと何、蝶々が、芋虫がアゲハチョウになる変態になってしまうので、あそれではなく、うん、変態、はあ、ワールドワイドのね、変態、すいません、ワールドワイドか、変態って、これはもうこれで世界に通用しますよ。え、変態というのは、はあ、それでフランス、アメリカ、どこにでも、はあ、もう意味が共通で通じます、はあ、今日はそのまず喋るの、語らせてもらうのは、はい、変態というのが何なのかというところですよね。はい、で、まあこれにもちょっと図にしましたけど、うん、変態というものがあって、まあ英語で変態、スペルこうですよね。まあローマ字なんですが、うん、で、カタカナで言うと変態。うん、だから今日お話をするテーマのもとは、カタカナの変態。うん、はいはいはい。要は昔から日本語にある変態ではなく、はい、現代用語の変態。はいはい、これは同じではないというところをですね、今日話していきたいというふうに思います。同じじゃなかったんだ。じゃあまあ、はい、そのカタカナの変態とは何なのかというと、うんうん、これですね。変態とは、はい、日本オリジナルなセンスです。感覚です。ほう、要は日本の文化です。ほう、変態は日本の文化です。で、そうなの？エッチと言いますよね。エッチ。エッチというのはこの変態の頭文字のエッチから来てます。え、そうなの？と言われて一説に今これがありますね。はいはいはい、へー、そうなんだ。要はエッチなことで、うん、エッチには頭文字のものが実はないんですよ。はあはあ、じゃあ何なのかというと変態なんですね。へー、でなぜ変態がエッチになっちゃうかというと、はい、要は変態というのは、うん、まあこれちょっとオカルトと被ってくる部分もあるけども、うん、秘めたることなんですよ。
隠しておきたいことなんですよ、本来ね。はいはいはい。カタカナ変態はね。はいはい。変態、カタカナ変態。隠しておきたい。隠しておきたいこととは何ですか？何ですか？あ、それでエッチ。いや、まあ、それもありますけど、その中にエッチがあるわけなんですけど、そういう話は好きなんですよ。その中にエッチがあるわけなんですけど、要は人に隠しておきたいことというのは、個人的なこと。要は自分の秘密ですよね。あ、秘密。じゃあ、秘密って何っていうなってくると、その中には、かなり個人的な思考性。はい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 。それはいろんなものに対するこう癖であったり考え方であったりね、やり方で。そういったものが、要はそうではない、いわゆる同じセンスを持たない人から見たときに、初めて変態。要はアブノーマル。普通じゃないとまた微妙に違うんですよ。アブノーマルというのは公共から見て普通じゃないんですよ。はいはい、はい。だからそれには公共の常識っていうのが入ってきますね。はい、でも、変態に常識は関係ないんです。あくまでも1対1で見た場合に、それは俺にはないって思った、否定で拒否できる段階の時に、うん、あ、変態だっていう感覚になる、ね。あ、相手がね。相手が変態。うん、つまり、ああいうアニメとか、ああいうものでも、うん、よくね、今、うん、萌え系のアニメとか。あれを例えばこう理解できない人間から見るとあれ自体は変態。そうで、いわゆる英語の変態、うん、H-E-N-T-I-A-I か、うん、変態の方はまさにそれです、うん、あの萌えアニメのことを変態って言うんですよ。あ、もともとは。あ、そうなの。ジャパニメーションが海外に進出する前に、うんうん、変態っていうのが先に進出してるんですね。ほう。その変態とは何かというと、あのアニメのことなんです、うん、それで外国人が浮世絵以来の衝撃を受けて狂気しちゃうわけですよ。すげえみたいな感じで、変態すげえみたいな感じで。でもね、アニメのあの最初の顔とかの目とかのあれがすごい、アメリカ人とかヨーロッパ人が見て最初衝撃を受けたらしいんですよね。もう、へえ、あんな顔はありえないだろうっていう。でも可愛い、何かこう理屈ではない感覚に訴える美的なセンスみたいなものを、うん、それは受け入れざるを得ないというか、うん、逆に海外の方が日本人以上に、うん、この個人の意見とか主張っていうのが強いじゃないですか、はいはい、そう思った時に誰が何と言おうと私はこれがいいと思うっていうのがいっぱい出てくるわけですよ、うんはいはいはい、それを日本人感覚で言うと変態ですよね、うん、人が何と言おうと私はこれがいいんだという。はー、なんかあ変態あ変態変態急にね、うん、変態が高尚に思えるよね。高尚だよ。変態とはこう哲学だもの、生き様だもん、その人の。だって50年前の日本の漫画アニメのキャラクターは今じゃもうすごい増えてきてるんですが、いろんな種類、リアルからもうデフォルメしたやつから、はい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 、それがアメリカのコミックなんて変わってます？50年前から変わってないじゃん。あ、確かに日本は進化してるもん、絵が。確かにそうだ、うん、それなぜ進化したかというと、うん、人が何と言おうが、要はアメリカの場合何なら自由の国とか言いながら、うん、アメコミはこうでなければならないって枠が決まっちゃうんですよ。はい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 。なでも日本は、うんうん、結局その変態という感覚があるがゆえに、うん、要は人が何と言おうが、うん、周りが世間がどうであろうが、うん、これが俺の表現するものなのでボンと出すわけですよ。はいはいはい。あとそれを、うん、えーっていう人もいるけど、うん、わ、これいいっていう、うん。で、これいいっていうのがおっぴらに言わないんですよね。うん、いいなーで、こっそりとか自分でこうね、集め始めて、はいはい、こうって言って。うんうん、だその段階でも変態なんですけど、うん、要はそれがバレるときに、うん、あ、お前変、うわ、違うと、うん、そうじゃない人が見ると、うん、おかしくねっていわゆる変態っていう。はぁ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 。例えば収集癖がある。そう、要はそっちの方に行きますよね。あっちも、うん、変態の一種。変態の一種、うん、だから昔だと例えば切手だとかコイン集めだとかコレクターというかっこいい言葉ありますよね、うん、あれもじゃあ変態。変態、一種の変態。あ、だって要は、うん、でさらにそれをこう進化してこう話していくと、うん、じゃあ切手の何に魅力を感じてるのってところです。何に感じてんすかね。僕、まあ、これ説明、切って集めてない人は説明できないじゃないですか、うんうん、でも、うん、切って集めてる人は一晩説明できるんですよ。あ、そうなの、うん、ちょっとごめんなさい。お電話、うん、あ、そっち喋っとる、うん、ねえ、おい、はい、そう考えた時にへえ、そうやって喋れる人見るとうわ、この人すげえと思うけどへえ、おかしいなーって感覚上すげえと思って、でもそうやって思ってる自分たちにもそういうふうに同じように集めてるところがあるから、
どうしても。だから結局、そんなこと言い出したら、みんながみんなドカガンガで変態なんじゃねえのみたいな。ですね。うん。だって、そうやってみると、相葉くんも思い当たる節がいっぱいあるから。いや、それは急に死んだら困るものが部屋にいっぱいあるもんね。でしょ今そういう表現するよね。あの、急に死んでね、部屋あれならまずいな、みたいな感じなんですよ。あるもんね、あれですけど。まあ、そんな感じで、変態の、今ね、スタッフの長さんが、こう、電話で席外しちゃってるんですけど、こう、慣れってのはすごい怖いもんでして、僕、今、去年の段階ではね、上で、ちっちゃなスタジオでね、こう、一人でこう、こじんまりとやってて、カメラに向かってこうやって喋ってたんで、一人でやっても全然問題ないんですけど、ここ数週間ほどこう、相手がいて喋ってるから、相手がいなくなっちゃうと、何喋っていいか分からなくなっちゃうんですよね。これ人間の訓練というか、学生というかね、慣習というか慣れで怖いなって言って。じゃあ実際、パッとスタッフがいなくなって、じゃあ話を続けててって言われても、いや、何から喋ったらいいんだろうみたいな。え、誰に向かって喋ったらいいんだろうって。こうやってカメラに向かってね、皆さんに喋れば一番いいんですけども。まあそんな、中川さん戻ってきた。はい、戻ってきました。ね、だから切手の人にね、話しても、もしかしたらその、ね、なんだろう、海苔の味がいいとかね。うん、なんかその、使ってる。いや、わかんないよ。うん、あれが。でもあれ結構、ハマる子ハマるんだよね。ちっちゃい子でね。切ってる海苔の味が好きとか、ね。あラビアゴムの？いや、そう。べーってね。で、ごわごわ、下がゲベごわごわになっちゃってね。エゴエゴになっちゃって、ね。でも、それも、理解できない感覚じゃないですか。え、海苔の味みたいな。でも、本人には、それは思考のものなんですよ。何よりのごちそう。アラビアゴム好きなものなんですか海苔とかで、ね、何なの岩海苔なの焼き海苔なのってうん切手の海苔みたいなねもうそのなんかその今のこのセンテンスは変態の会話じゃないですか、うんうんうん、え好きなもの好きなもの海苔って何みたいな、うんうん、え海苔僕海苔大好きでえじゃあ岩海苔が好きなの佃煮なの焼き海苔いや切手の海苔でっていうえみたいなあなるほどねうん、うん、そうですねだから変態が増えるとマニアになるんですよねあそう変態がちょっとこう市民権を得るとマニアに格上げですよね。そうです。要は変態って人に言っちゃまずいかな。絶対理解されないだろうなって自分でも自意識があるわけですよ。ところが、何かの拍子に、あ、理解者が実はいるみたいな。あ、なんだろう。それほど否定はされないなってなった時に、こう、公表し始めるんですよね。はいはい。俺、切手の海苔の味って結構良くねみたいな感じで言い出した時に、ああ、わかる、俺もちょっと舐めたみたいなことが増えてくると、マニアが、マニアと呼ばれるようなんですよね。なるほど。今、入り口は、変態としての入り口は切手の海苔の大好きというところだけど、うん、イコールそれによって切手をたくさん集めてるんで、うんうん、切手そのものの知識が豊富ですよね。はいはい、となると、うん、マニアとしての中では、珍重されるんですよね。重宝されるんですね。あ、切手だったらあの子に聞きゃいいじゃん、みたいな。だってマニアだ、みたいなね。そうすると、じゃあ何変態からスタートして、ええこれでマニアになって。マニアになって。そのマニアの次にはどこへ行くの？まあ基本ではプロでしょうね。ああ、じゃあプロって、変態の一番最上級ってこと？最上級。だもんフレーバーコーヒーもまあそんな感じじゃないですか。だからまあ中川さんコーヒーやってる。その中川さんは自分では意識してないけども、うん、コーヒーの変態からスタートしてるはずなんですよ。いや、違う。コーヒーの変態の部分から、マニアになって、そこから研究始めて結局そう。いや、ちょっと違うような気するけど。だからそれは今僕一番最初に断ったんですが、自覚症状はないかもしれないですよって言って。だけど、今、この変態という言葉に関して言うなら、うんうん、コーヒーってある意味、こうみんな飲むじゃないですか。うん。ね？ここですごくもう非常に市民権を得てるものの中で少しずつこうランクがランクアップしてきただけじゃないですか、うんうんうん、だったらこれは市民権得てる状態からスタートのものは変態とは言えないじゃないですか中川さん変態にはもう一個パターンがあるんですえどういうこと今言ったパターンはあくまでも主観的に見て自分がいいなと思ったものをイコール変態で言いますよね。それが公表することによって、だんだん拡散していって、マニアになり、認められて、プロに、みんなに持ち上げられて、プロになるっていう話で、実はそうじゃなくて、あらかじめすでに市民権を得ているものなのに、市民権を得ているものなのに、その中に、自分しかわからない魅力を見つけ、それを自分の中でこう、循環させて高めていくことによって、専門化していって、はい、そ
それが変態感覚になってちゃう場合もあるんです。それって大学教授ってみんな近い。そう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 、そういうこと、そういうこと。テレビ見るけどたまになんか、あ、なんか、あの、変態っぽいのね、こういうこと言うと大学の教授の方々に申し訳ないかもしれないけど、あ、こんばんは、マキマキさん、こんばんは。あの、娘が会いたがってます。あの、大学で僕の教授ですごいいつもテレビ見てて思うのは、あの、何でも必ず研究してる人っているじゃないですか。いるね。で、大学ってあれってあの、しょうがないんですよね。要はあの、とにかく何か何か人と違うことを研究して論文を発表してないと埋もれてっちゃうんで、あ、まあ、もう、で、結局細分化するじゃないですか。そうなるとどうなるかというと、変態になっちゃいますよね。ああ、確かに。細分化していけば、うん、確かに、うん。うん。だけど、現実どうなの？こう、そういうふうに言っていくと、うん、じゃあ、変態の数って人口の数になっていかない？これ。まあ人口の数が趣味の数が、まあ好き、うん、まあそういうことですよね。うん。だから自覚症状がないだけです。ああ。なんでみんな好きなものあるはずだもの。はいはいはい。嫌いなものももちろんあります。はいはいはい、うん。あとはどれだけそれに対して執着してるか。ああ。いわゆる愛せるかですよ。愛なんです。ここ愛。ラブですね。愛が入ってます。もう変態の重要要素は愛ですから。あのね、好きじゃダメなんですよ。ライフじゃダメなんです。あとね、趣味でもビジネスでもダメ。損得感情抜き。ラブです。あ、すいません。僕ね、コーヒーね、損得感情あるから。うわ、逃げた。でも実際本当に、変態はラブがなきゃダメですよ、うん。で、ラブがあるという大前提があるから、うん、さっき言ったみたいに、うん、変態は、うん、エッチにつながるんですよ。ああ。で、さらに。ちょっとすいません。こじつけっぽくないですかこれ。こじつけじゃねえよ。で、さらに、だからラブがあるから、世界中が、量で、物でを上げて、受け入れられるんですよ。うん、ああ。愛だから。愛だから。愛だから。要は、自分の好きなものを素直に愛せない人間が、うん、なんで他人を愛せるのこういう世界ですよね。なるほど。なるほど。変態、だから、変態って呼ばれるランクになって、部類に入ってくると、うんうん、そのなんだろう、しつこさが尋常じゃないじゃないですか。うん、はい、はい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 。だから中川さんが例えば見てて、うん。うん、遅刻。いや、大丈夫ですよ。まだ物語、うん。もう今からね、一番面白いところになりますから、うんうん。あの、コーヒーでもね、うん、例えばこう、普通のお客さんに見るけども、うん、こう、ラブを感じるお客さんもいるわけ、いると思うんですよ。コーヒーに対してね。はいはいはい、コーヒーを愛してやまない。はいはいはい、中川さんは逆にね、ビジネスでやってるから、やっぱり損得感情っていうのがあるけども、そうでなくて純粋にね、コーヒーの愛好家とかなんかなんで、いわゆるラブ、まあ愛好家で愛が入るぐらいですから、やっぱそういう方々になってくると、その、ラブが。で、ラブが入ってくるのは、大体ね、わかる、基準があるんですよ。はいはい。あ、この人ラブ持ってんな、みたいな。愛持ってんな。何かっていうと、マイナスも愛しちゃう。マイナスも愛する。要は中川さんはコーヒーだからね、まあ、プロだから僕もまあ、わかんないけども、要は、より美味しく、ね、よりクリアーな味とかこう言ってくるじゃないですか。でも、ラブになってくると、あえて雑味が飲みたいとかね。マイナス面も魅力を感じちゃうんですよ。ダメダメな部分にね。要は人間でもこうダメダメな男にこう貢ぐ女がいるじゃないですか。あれもある意味変態の領域ですよね。要は、いわゆる M ですよね。なるほど。性的思考で言えば M になってきますよね。だからそんな感じ。だからダメなもの。要は、車でも、こう、国産みたいに、こう、全然ね、オイルが全然なくなってもエンジン回っちゃうような車を乗ってる人間もいるけど、逆に、雨が湿気を帯びるだけでエンジンが止まっちゃう、しょっちゅう壊れちゃうような車とか何かを、あえて乗るみたいな。なるほどね。それはラブですよね。で、逆に、そんな車楽しいのって言うと、そこがいいと言われてしまう。そのことはね、うん、そこがいいと言われちゃうとね。それを言っちゃ俺の乗ってる車なんてもう。そうそうそう、乗ったことある。君の車もそうか。そうですね。ハイオクでリッター7とかですね。やったーなんでそんな車乗ってんのって言われたら、でもそこがいいんだよね。うん、あとどっか好きなんだよね。うん、やっぱり、性能も負けますもんね。うん、どうやっても。日本車には。ちなみに何乗ってましたっけ？いやー、それはその。それ言うとちょっとまずいでしょう。ああ、いかんリーダーさんに、点検なしの言っちゃったもんね。出入り出禁になっちゃう、出禁になっちゃう。言わせようと思ったんだけど。ただ結構すごいですもんね。壊れはしないですけど、うん、なんかたまに変な時するもんで。はい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 。イタリア。そうそうそう。まだ逆にイタリア車とかね。イタリア車とか。近いですね。うん、だから、イタ車って今の萌え系のはね、うん、あの、絵を描いてある車イタ車ってけど、うん、実際に本当にイタリア車もかなり痛い車なんで、そういう意味ではね。うん、じゃあ、イタリア車に乗ってる人たちも変態。だからもういわゆるあの、
エンスジアストと呼ばれる方々は変態の領域なんで。何エンスジアスト。要はその車にすごいもう愛好家。なんで、ラテン系のメーカー乗ってる人たちは、基本はそういう自尊心っていうのはあると思うんですね。はぁ。EQDMM460。イタリア車なんかそうですよね。そう。なるほど。みんなそうなんだ。そういう車に乗ってるのは変態か。てかまあ、だって要はなんで好きでこんな手間のかかる車に乗るの。いや、でも、そこがいいって言われたら、本当は、そこがいいの、そこって完全にこっちから見るとマイナス面なんですよ。あ、確かに。なんでっていう効率悪いし、燃費はない。でもそこがいいってマイナス、愛しちゃう。だから、あの、そこがいいっていう言葉って、うん、あれだよね、もう、叩き切るぐらいの力があるよね。そうだよ、もう。うん。うん、それ言われちゃったらもうね、反論ない、ね、反論ないもん、うん、ああそうなんだみたいな、で、うん、終わるよね、終わっちゃう、うん、うんうん、そうか、つまり変態に関しては一応君ら二人っていうのはどっちかというと肯定的にいい意味で使い、いや、で結局その変態性があるということは、うんうん、自分しかわからない、もう自分しかきっと、うん、あの、なんだろう、初めはこういわゆる自分しか分かんないものを見つけるわけじゃないですか。はいはい。ね、宝物、それを見て、はい、それを大事に自分の中で育んでいくわけですよ。で、何かの表紙に人にポロッと言う、うん、もしくはバレる。で、うん、バレてきた時に、それをやめるのかやめないのかってところで、やめないんですよ。はい、じゃあ、なぜやめないのかっていうと、うん、絶対の自信があるからですよね。絶対の自信、はい、絶対の価値をそこに見出しちゃってるからです。ほう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 。もうこれだけでも宗教に近いですね。それ信じちゃってるんで、愛しちゃってるんで、あブレないですよね。それに関しては。そんな熱く語られるとね、ブレないんですよ、それに関しては。もうどれだけ景気が良くなるのか悪くなるのか、世界の状況が変わるのは、うん、その部分だけはブレないんですよ。なるほど。変態っていうか、うん、まあ、マイノリティで、自分がマイノリティだもんで、そういう人たちに対しても割と寛容になるっていうところはあると思うんですよ。うん、だもんで、まあ、いろいろ、元は、左利きとか、そういうのもそうだし、うん、だもんで、そういうちょっと変わった人たち、うん、まあ、例えば、同性愛者だったりとか、うん、ちょっと、なっちゃうんですけど、偏見も、うん、持っちゃうかもしれんけど、うん、そういう人たちに関しても、まあ、こういう人たちもいるんだなとは思うし、あ、なるほどね。結局普通の、うん、いわゆる普通の人が一番陥るパターンっていうのは、うん、ブレた時に、うん、戻るところがないんですよ。要は何かというと自分がどこが正しい正位置なのか知らないから。はいはいはい、はい、でも、はいはい、変態として核がある人は、うん、この核が自分なんですよ、本来の、うん、だからブレてる時でも何度か波を小さくしていって、はいはいはい、ここにもう立ち戻れば、うん、スイッチオンウィンバックで、うん、これがオリジナルの自分なんです。あ、なるほど。青森さんってそちらにいらっしゃる。暴露されてるよ、暴露されてるよ。青森さんの愛車のメーカー名ってストロエンじゃありませんよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。わざとみんな言わなかったの。あのね、わざと言わなかったんだよ。大人の事情があるんで、あの、まだよく、うん、あえて言わないわけです。まあ、知らないわけじゃない。みんな知ってたんだけど。多分お金があったら、蒲田ストロエンで買いたいと思っとるもんで。ディーラーできんだよ、できんだよ、これ。ね、ディーラーが2カ所しかないもん、愛知県に。そうだよね。あ、3カ所か。うん。あの、窓際君結構爆弾発言が、たまに地雷踏むんでね。うん、まあ、それ僕待ってますけど、楽しいんで。うん、なるほど。いや、でもそんな感じだ。そんな感じだ。だから逆に言うと、変態思考の人の方が、うん、だから鬱になりにくいっていうか、なってても気がつかない。なるほど。つまり、変態を、やっぱり治療するには、もしかしたら結局萌え系のアニメを見るか、うん、そういう路線で変態になることがいいってことか。だから何か本当に好きなものを突き、もう、なんだろう、うん、どん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 、うん、こう質問攻めにして、うん、彼が何に対して執着してるのかをもう暴くしかないんですよね。はいはいはい、はい。で、執着イコール、執着からさらにそれが、うんうん、それに対して、うんうん、じゃあ違うということで、おい、遅えよ。遅えよ。誰よ、遅えよ。うん、だから追求してて、うんうん、それが、うん、ラブであるかどうかまでを確認しなきゃいけないですね。あ、ラブなものを見つけてあげることです。あ、何でも、で、それを讃える、うん、そこで讃える、それすごいね。いや、俺ちょっとその感覚わかんない。どんな感じの教えて。ちょっとそこが彼の芯ですよね。あ、讃えれんかもしれん、うん、で、そこをゼロにしてあげるの、彼の、あえてゼロに。あ
ちょっと讃えれんかもしれない。俺は讃えれんものかもしれない。わからんみたいな。うん、でも僕が、うん、これ実体験ですけど、うん、僕結構友達でゲイ、カミングアウトしてる人多いんですね。まあ僕は全然ノーマルなんですけど、ゲイで、その人たちとも交流があるんですが、やっぱりその交流の中で僕の中で一番最初にそういう人たちを目の前に、現実ね、ブラウン管の向こうじゃなくて、生身の、要は同級生だったり、先輩だったりがそうなっちゃった時に、接触した時に、一番最初に思ったのが、拒否はするけど否定はしない。はぁ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 。そういう思考の人たちがいてもおかしくないだろうし、いるのも当然だと思う。ただ、僕はその思考ではないので、はいはい、拒否はするよと。でも、それが悪いことだとも全然思わないし、否定はしない。あ、なるほどね。むしろやっぱりこう、やっぱりね、さっき青森君も言ったけど、そういうこう、ちょっとゲイとかそっち寄りの方々の方が、美的感覚とかズバ抜けてるじゃない。はいはいはい。うん。だから、そういう面では僕からしてみると憧れみたいなものもあるから、やっぱりそういうこう、尊敬、リスペクトできる部分があるわけですよ。でも僕はそっちの岸には渡れないんですね。はいはい。だからそれは泳いでいかんだ。渡れないけど、そっちの岸は僕は大好きなんだよと。悪くはないよっていうことはもういつも主張してるんで。なるほど。だから逆にその彼のゼロ地点が、もうそのね、誰か対象者のゼロ地点が、もしかして自分の思考とは全然違う、いわゆる向こう岸だったとしても、ね、僕は、拒否はし、じゃ否定はしません。はいはいはい。うん、この前、どうも、例えば、一般常識化と言われる人たちの方がそういうものを拒否して、うん、例えば、マニアの人たち、うん、マニアの人たちはそういうのを拒否しない側になるっていう傾向が。それがね、難しいところで、要は何が常識なのかってところがすごい問題になるじゃないですか。我々常識人だと思ってる方が常識なのが本当の常識なのかってところがあるじゃないですか。日本の常識は世界の非常識っていう言葉もあるぐらいですからね。確かに。標準語と共通語の、問題も、そこが問題じゃないですか。何それ。要は標準語って差別用語ですよね。え、そうなの？共通語ですよ。今の公式な。大丈夫。俺標準語で話してる。放送用語。放送用語。ね。何差別用語なの標準語って。だって、なんで標準語？何を基準に標準語？だって、青森、北部ある俺だったら、大阪に行ったら、標準語は大阪弁だよ。あ、名古屋だったら終わり言葉が標準語。三河だったら三河弁が標準語だよ。なんで東京言葉っていうか、あれを、いわゆる今テレビやながら普通に喋る、僕らが今普通に喋ることは、標準語なのっていうのが問題になったことがあるんですよ。なので、テレビ業界、マスコミ業界では、今は一応一般コードとしては、共通語なんです。日本全国共通で通じる言葉、共通語。それ基本どこ行っても、なんとなくは意味はわかるっていうか伝わるもんで、逆に面白がってこう、余計その、なんつうかな、ネタとしてこう、わーっと広めてる部分もあると思うもんで。で、それに便乗して、問題になったのが、エッチの時のね、タイの、正常位。あれ、正常位が問題になったんですよ。なんでなんであれが正常なのっていう。要は思考が違うじゃないですか、人によってね。一人一人のね。後ろからがいいとかね、座ってやるのがいいとかいっぱいあるじゃないですか。それが、だってその人にとってはそれが正常なんですよ。あれが正常じゃねえみたいな形で、結構ね、それ議論になったことがあるんですよ。すいません、どこで議論になっとるんじゃん。週刊誌で、週刊誌であったの、そういうのが。本当かよ。本当だよ。じゃあでもそれ、そういうことなんですよ、要は。そうなると、じゃあ変態性と、普通のいわゆる常識の、ノーマルとアブノーマルじゃなくて変態は、この場合ノーマルとアブノーマルってこう、西洋的な分別はできないんですよね。どうしてだって一番最初のように、ノーマル、アブノーマルっていうのは異常性ってとこが入ってくるんですよ。でも日本の文化で変態は異常ではないので。ああ、なるほど。うん。要は日本って世界中に比べると、この、ね、個人主義じゃないって言われるけど、実は、まあ、だって江戸時代になったぐらい、町人文化が発達してくるにつれて、すごい個人主義が発達するんですよね。はいはいはい、日本っていうのは。その中での最、今残ってる最たる文化が変態なんですよ。じゃあ、何この変態は叩いねえかってこと。っていうか、
もっと、こう、尊重して、普通に、ああ、なるほどね、もう受け入れなきゃいけないことだと思うんですよ。それが受け入れられずに、いつまで経っても自分の中になっていくと、ここで大きな問題があるのが、要は、あの、宗教の禅でいうところの、魔境に入っちゃう場合があるんですね。魔境に入る。魔境、わかりますかね。魔境に入る。皆さんやで、こう、ちょっとこう、ちょっと今ら、難しい話になりますよ。はい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 、はい。こう、いわゆるこう、全体から全に入って魔境ですか。魔境の領域に入るわけね。これでもこれ実例があるんで。はい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 。まあその前にこの魔境というものの説明をさせてもらいますと。富士の魔境とか。これですね、魔境。はいはい、はいね。で、あの魔境というのは禅の中で、まあ禅というのは基本的にざっくり話すと、その座禅組んだり、禅問答をしながら、悟りの境地に至ること。これが禅のまあ第一目的ですよね。はい。で実はこれ第一目的なんですね、うん、最終目的ではないんですけど、はあはあ、で、うん、悟りを開くことなんですけども、うんうん、あのその悟りを開いた時に、うん、何を悟りっていうのはその人人によって全く違うんです、うん、個人個人で違うんです、はいはいはい、ズドーンと力が抜ける感じで悟る人もいれば、うんうん、雷に打たれたような衝撃を受けて悟る人もいるし、うんうん、人それぞれバラバラ、うん、でそれがしかも、うん、悟ったか悟ってないかわからないなので基本的に悟れたか悟れたかの確認っていうのは、うん、自分が支持しているお師匠さんに確認してもらって認めてもらうんですね、はいはい、あお前悟ってるよって、うんうん、でそれがやらずにやったりとかなんかすると、うん、要はエセ悟りになるわけです。ああ、はいはいはい、うん、はこれこれこれあのホームセンター、うん、ホームセンターで売ってますよ、うん、これ一番ちっちゃいサイズでね結構使いやすいです、はいはいはい、でその魔球それを陥った時に、うん変な悟りの、いわゆる悟ったかぶりをすることを魔境と言うんですね。はあはあはあ、知ったかぶりみたいな。実は悟っても悟ってないみたいな。はあはあ、で、それが同じようなことが起こっちゃうんですよ。ほう。要はそれがぐつ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 なんか行事に煮詰まっていっちゃうとね。はあ、それによって、いわゆる変な犯罪が起こっちゃう。はあ、うっぷんばらしで。突然爆発しちゃって。はあ。うん。畳み込んじゃうと、そう畳み込んじゃうとね、はあ、だからどっかで空気抜きじゃないけど、はあ、プスープスーと出さなきゃいけない、はあはあはあ、だから出すために変態たちのためのこういう市場というかちゃんとマーケットがあるじゃないですかいろんな、はあ、それは変態の数だけ種類だけありますよね、はあ、特にまた今インターネットなんてもこうやってあるから、はあ、もうそういう交流の場はいっぱいありますよね、はあ、探せば、じゃあすごい2チャンネルは交渉だから逆にインターネットがあるからそういう犯罪が増えるっていう部分もあるけど、うん、この場を借りてあえて言えばそのインターネットがあるからこそ、うんうん、回答ありがとうございました、うん、はい、うん、インターネットがあるからこそ、うん、そういう解放の場もあるので、うん、ある意味抑えられるというか、はいはいはい、うん、あこれにああやってあのインターネットでやり取りしてくれるとあれだね、地下に潜らんでいいね。そうだからコスプレイヤーとか僕特にそう思いますよ。まあ、ネットのおかげ、ネットでかなりね、うん、市民権へで広がって一般の人からも敷居が低くなって、うんうんうん、要はあインターネットってこう変態と、うん、いわゆる普通の方々のこう対岸がギューッとこう橋がねこうできてきたというかこう、うんうん、ギューッと縮まってきたみたいな感じで簡単に行き来ができるようになってきて、はいはいはい、うん、でたまにそれがうまくいくとファッションとコラボしてね莫大な市民権を得たりとか、そうだよね、うん、だってファッションと変わらんもんね、そう考えファッションの基本はコスプレですよ、うん、コスプレがこうファッションになるだけならビジネスが乗っかってファッションになるだけであってそんなもの、うん、つまりコスプレが延長してもっと言うと市民権を得た時にファッションになる、それはディテールとか取り入れますからね、うん、そっから外れていくと女装とかそう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 、でも結局そこでもそれ専用のお店ができてビジネスとして成功してたわけじゃないですか、で1億円市場とかいわゆるそっち側じゃない人たちから見るとそんな市場経済効果あるのみたいな市場ができてる場合もあるじゃないですか、でもそれは単に変態の威力力というかあれですよね、変態の持たせもあるべきものですよね、そういうことか、うん、変態すごいね、変態、うん、だって今も、うん、ね身近なとかでほら着物ジャックとかね、はい、あのやってるじゃないですかあれだって一昔が前から始めたら、うん、ただのあの時代劇マニアのコスプレみたいなもんですよ、こんなこと言って怒られちゃうかもしれないけど、ね、着物は日本の伝統文化だからいいって言うかもしれないけど、うん、それがダメだとそんなものは古臭いんだと思われてる時代があったということも認識してほしいんですよ、うんうん、当然昭和30年代ぐらいとか当然のことだったので、うんうんうん、ね、ザンギラ頭いいとかなんかそういうの中からだん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 そうではなくてっていう、うんうん、でも、うん、なぜそうなったかなんですよ、
簡単ですよね、うん、俺は和服がいいんだと、うん、着物がいいんだという愛好家の方々の変態イズムがだん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 拡散してたんですよね、うんうん、それでも僕は和服がいいと思ってる、はいはいはい、それでも僕は和服の方が優れてると思うという一握りの人、一人の人、うん、もしくは一握りの人たちから広まっていって、うん、今この着物ジャックという一個の大きなね、はい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 、イベントになって、さらにはこの市民権を得てね、うん、和服というものがこう、多分一人の場合は勇気がいると思うんだね。そうそうそう。それがだんだんと数が増えてくると安心感も出てくるよね。うん、そでそれが昔で言う深夜放送のハガキの投稿であったり、うん、それが今で言うインターネットですよね。はいはいはい、インターネットじゃない頃はね、深夜アドレスで僕カミングアウトしますみたいな感じで僕こんな趣味がありますって言うと、うん、それについて先週のこの誰々さんのご意見に対してみたいな、うん、かなりの反響がみたいな感じで、うん、仲間がいるんだみたいな感じでね、はいはいはい、盛り上がるので、今はそれがインターネットでね、うん、やって結局仲間がいるというね、うんうん、仲間がいると自然に悪い方向に行かないじゃないですか、うん、はいはいはい、確かにネットのおかげで交流の場は増えましたが、話題の流れが早すぎて過去のネットが普及していなかった時代に身につけてしまった、うん、自分の楽しみ方が通用しなくなってしまったのは、そこを通用しなくなったんだけど通すところに変態ズムがあるんですよ。アナログにね、要は今真空管が好きな方々とかね、そういうことです。そういう人いる。古臭いレコードのね、針を乗せるときのこの緊張感がたまらないとか、どんなの感覚ね、うん。レーザーのあれでは味気、音では味気ないみたいなね。あれも変異場所の変態ですよね、この針乗せるとか。確かにね、そりゃそうだ。うん。うん、でもそういう人たちって、こう、うん、なんだろう、本当にこう、おかしなことも持ってないけど、以外でも、僕の中では、たとえそれがラバーフェチであって、いわゆるフェチと呼ばれる言葉今ありますよね。はいはいはい、はい。うん、愛も本当に一部のあるフェチ。まあ、とりあえず解説してくれるか。うん、あみんなのために。うん、はい。フェチといってね、こう本当にこう思考性の極端に偏ったやつがあって、うん、まあ、ありますけど、うん、だから僕から見ると、うん、そういうこう、極端に偏っている、そういわゆる変態イズムを持っている方っていうのは、うん、どこか微笑ましいっていうか。はい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 。うん。なんか、平和な気持ちになるというか、うん、だから、変態イズムの中にそんなに攻撃性を感じないんですよね。あ、フレイは多そうですもんね。うん、その道を極めた子。そうそうそう。猛者というかなんか。そうそうそう。で、なんかね、僕が今まで経験したのは、うん、そういう変態の、うん、人変態とかマニアの人たちなんかっていうのは、うん、結構お互いがお互いをリスペクトしてる場合があるので、あんまりこう、仲たがい、自分よりもすごい人がいても、あんまライバル視ってしてないんですよね。はあはあ、むしろ尊敬しちゃってる。ああ、なりたいみたいな、はあはあ。あの人すごいね。今の考えたら神だよねみたいな感じで、はあはあ、こう、より変態度をこう、なんかこう、すげえ持ち上げてね、うん。なるほど。あんな変態ぶりはね、あかんみたいなことあんま言わないんですよね。はあはあ、うん。だからそうやって見ると、うん、あ、本当ラブ、変態ってラブ&ピースなものなのかな、みたいなね。ああ、なるほど。うん、そう、来るか。うん。はあ、つまり変態中のを今のこう感じからすると、うん、つまり変態同士で結局あるものの変態、あるものの変態っていっぱい変態の種類がある。あ、ありますね。ね、その変態の種類がある人たち自体は対立はしないってこと。だから時々ぶれてもだって、もうだって対立するものにも相手の変態にあんまり興味ねえですもん。相手の変態のものに興味ねえもん。だって自分の、桃源郷を持ってるから。ユートピアを持ってるから。ああ、そうか。だから面白いのは、うん、こっちがいいって言って、お互いあんまり優越感を競わないですよね。だって土俵が違うっていうのが分かってるもの。あ、なるほど。そうそうそう。なるほど。だから関係ないじゃないですか。うん、土俵違うし。うん、あなた車、ね、僕バイクみたいな感じで、うん、うん、そうそうそう。うん、だから、ねえ、何も。で、同じ者同士だと、話が帰って、うん、うわ、こんなところに近くにね、同じような人がいた、みたいな感じで帰って盛り上がっちゃうみたいな。だから、お姉系の人たちが仲がいいのと一緒ですよ。息投合しちゃうのと一緒ですよ。要は、周りにあんまり普段いないんで、はいはいはい、見つけるともう嬉しくなってね、テンション高まっちゃって、こう、盛り上がっちゃうのと一緒で。ただでも、いやらしいとこう、同じ好きな者同士の話すると、相手の知識の差をこう、ね、踏みするっていうか、なんかたまにあるんですよね、うん、なんかその相手をどこまで知ってるかっていうのを、そういうのがちょっとあるかもしれんけど、それはもうかなりオタクになってきますね、うん、
はあ、あの前にもね、はあ、こういう昔中川さんも喋ってたけど、はあ、オタクとマニアの違いってよく中川さんとね、はあ、あの話したことがあって、はあ、結局オタクっていうのはやっぱりどっちかというと負の思考が強いので、はあ、攻撃性がありますよね、オタクっていうのはね。なぜ攻撃性があるかっていうと、はあ、オタクと変態またちょっと僕ならではニュアンス違うんですけど、はあ、オタクっていうのは自己中なんですよ。はあ、マニアっていうのは自己中じゃないんです。はあ、なぜかというとさらけ出したいんで、そして褒めてほしいんで。なるほど。うん、リスペクトしてほしいんで、マニアは、ね。はで、オタクも同じなんですが、オタクの最大のいかんところは、自分のやってることを褒めてほしいんじゃ実はないんです。それをやってる自分を褒めてほしいんです。そう。マニアは自分がやってることを評価してほしい。褒めてほしい。すいません、もう一回今の。うん、いいよ。いいよ。いいよ。説明して。うん、オタクはまず、マニアという愛好家。愛好家。変態ズム、両方変態というか、で、マニアの方は、自分がやっていることを、ほーっと感心してほしい。やっていること。すごいですね、って褒めてほしい。はいはいはい。オタクは、そういうことをやっている自分を褒めて評価してほしい。はぁ。自己中に。あぁ、自己中に。はぁはぁはぁ。だから、オタクと話しているときに、あんまりその、ことばっかり話してるとオタク不機嫌になっちゃう。そういうあなたがすごいっていう。ああ、なるほど。そういうことですか。うん、なぜオタクっていうのはね、オタクの語源はね、あの人に物だいうときにオタクはっていうのでオタクになりましたね。オタクはって聞くこと段階が自分ってものがまずあるんですよね。自我に対してあなたっていう対象なんで。うん、だから中川さん言うと結構似合ってるかもしれないですね、こう。なんで？オタクはっていうことはもう完全に上からじゃないですか。あ、はいはいはい、はい、うん。上から目線ってことは自分中心なんですよ、物事が。なるほどね。オタクは自分中心。自己中、だから自己、だから自己中。だから自己中。ちょっとそこまでやる。ねえ、バイク華やかでいいけどね、あんなバイク実際絶対走んないよ。夢で。だからそう、あえてこんなに強く言って、あれかって言うけど、いや、俺実際、僕実際がオタクだったし、オタクも付き合ってて、そう思ってるから。だからもっと、もうちょっとこうすればいいのになってオタクの方に絶対思うのは、もうちょっと自分を抑えればいいのにな。はいはいはい。もうちょっとこう、だから話してて違和感を感じるんですよね。なんだこの違和感。っていうのは、そこなんですよ。自分を褒めてほしいっていうのがもうオーラとして出てくるんで。はいはいはい。で、出て褒めないと、結局どうなるかというと、攻撃的になってくるんですよ。ああ。なるほど。いや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 、と思って。だからオタクが、オタクから出したいと思って、思うんだったら、もう少なくとも自分がやってることの話しかしちゃいけないし、それを褒めてもらって喜べばいいだけですよ、素直に。それをやってるあなたに、何か偉いとかそういうことを求めちゃいけないと思いますね。だそれは変態性から外れていくんですよ。変態性だってナルシズムに走るじゃないですか、自己中だから。あ、なるほど。オタクはナルシストでもある。だから変態の中でも自己愛、自己愛の変態がありますよね。いわゆるナルシスト。これ危ないんですよ。オタクのイメージが悪くなってしまったのは、平成元年に起きた宮崎事件の、ね、平成元年ってなんで覚えてるの？だからあえてそれをこう僕はこう言わないように言わないようにこうね物語を進めてるので暴露すんな！よく平成元年って知ってる。すげえね平成元年ってね、こう次元マニア次元マニア次元マニア。そうか、オタク、なるほどね。だからオタクが嫌われちゃうのは、いや、好き、オタクとしての、ね、いわゆる愛好してる思考性が、アニメだからだとか、車だからだとか、そういう対象物ではないんですよ。ここに気づいてほしいんです。はあはあ、あんなオタクに人格自身に、みんなが嫌がってるだけなんで、問題があるわけであって、興味を持ってることってのは、マニアの人たちと変わらないし、それ以上の知識も技術も持ってるはずなんですよ。ただ残念なのが、徒歩な部分が、その個人の人格が自己中なんで、ダメっていう。NG。ああ、なるほどね。もったいない。ああ、そうか。そんだけの才能がありながら。そうだよ。そんだけの能力を持っていながら、変態としては
パーフェクトに近い。よくできましたけど、変態でありながら、ナルシズム、ナルシスト的なところがあるがために、ああ、なるほどね。うん、そこどうだっていうところがあるために、あなるほど。だけど、そういうのってさ、芸能人って結構多くないですか？だから結局の、うん、変態ってのはもともと秘めたるものっていう前提がありますから、そういう意味ではこう、やってること自体をうちに秘めていけばいいんですけど、うん、オタクは外に出したくてしょうがないんですよ。はいはいはい。外に出したいけど、うん、出せることなのかどうなのかみたいなことをやっていきながら、うん、出したら出したで、うん、どうだ俺はすげえだろっていう悪循環が起こってるんで。なんか、どうせ分かってもらえないけど、みたいなのはあるでも俺はお前ね、結局そこが行き着くとこは、俺はお前らとは違うんだっていうレベルになっちゃうんですよね。そうなるともうこっちドン引きじゃないですか。あ、引くね。それ引くみたいな。わかんねえことをさもすげえことのに言われても困っちゃうんだけど、みたいなね。うん。興味ねえことをそんなにこう、さもすごいことのように言われても、みたいな。だけど、じゃあ、そういう人たちばっか集まるような集まりなら、それは OK ってこと？いや、だからそうなるとさっき青森くんが言ったみたいに、うん、どっちの知識が上だとか、はあ、どっちなのか、陰険なこう戦いがね、水面下のこう、ああ、うん、なるほど、ね。ニコニコしながら水面下で蹴り上げたら、こたつの中で蹴ったくり合うみたいなね。はいはいはい、そういうとこになっちゃうわけですよ。ああ、そうか。そういう問題もあるんだ。で、僕、あんまり、まあ僕、まあコーヒー屋でコーヒーの人たちがまあたくさん来ますけど、うん、別にそういう風なことないっすけどね。だから多分コーヒーでオタクってまずあんまいないんじゃないかなと思うんですよね。あマニアになるかなっていう。ああ、なるほどね、うん。なんでかっていうと、うん、自分であんまり勉強できないじゃないですか。まあまあ、確かに。うん、結局、うん、取っかかりって、誰か彼かの、うん、あれ、情報から入るじゃないですか、コーヒーの場合って。うん、確かに。ちょっと、誰か彼かをもう当てにするっていうのが初めからありますよね。うん、でも、うん、オタクっていうのは、特にオタク的な要素がある、つまりアニメだとか、うん、何かっていうのは、うん、個人でどん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 情報を知れれますよね。はいはいはい。うん、そうなると、他人、あんま頼りませんよね。なるほどね。社会性がないですよね。あ、なるほど。社会性。コーヒーは社会性が必要じゃないですか。支持しなきゃいけないだったとか、誰かに教えを請わなきゃいけない、誰かに話を聞かなきゃいけない、本読まなきゃ、そうなってくるとね。うん。そうですね。自分で豆から作るコーヒー好きやつ。結局、焙煎のことをやろう、ゼロからやろうと思ったら、焙煎してる人に聞かなきゃいけないとか、本読まなきゃいけない、調べなきゃいけない。そういうも社会性が生まれますよね。でも、オタクやなんかね、そういうとこまで必要ないじゃないですか。だって、感覚が、その、なんだろう、学術的なものではなくて、うん、あくまでも好きと、この絵が好き、この絵は嫌いみたいな思考、好みから入るんで、感覚的なものなので、うん、人に教えを請うものではないじゃないですか。はいはいはい。うん、ああ、なるほど。そういうことですか。うん、ただ、オタクになりやすい変態性の、いわゆる変態という、いろんな、例えば、いろんな変態がありますよね。うんうんうん、変態のカテゴリーの中でも、そのオタクになりやすいカテゴリーと、うん、なりにくいカテゴリーというのはもちろん存在しますよね。うん、ここに何あります？なりにくい。あでも結局人と会ったりとかしないと、ね。だからバイクってのも意外に僕もならないんだよね。うん。結局人と関わってきちゃうから、はいはいはい、うん、楽しみ方としてね、ある出てくるから。うんうんうん、で映画も実はならないね。映画もならない。ならない。結局他人の意見気になってしょうがないからね。映画っていうのはね。ああ、うん、なるほどね。うん。確かに気になるな。うん。だからアニメの中でも、うん、その世界観だとか、うん、そういうこう特にあのキャラクター以外のものに興味を持つと、あんまりこうオタフ化しないんですよね。ああ。キャラだけは恋愛と一緒で一対一の対象になっちゃうので、うん、他をわざと自分の中の意識として他を排除することができるんですよ。うん、はいはいはい。828。オタフとマニアの違い。うん、でも、うん、世界観とか設定っていうのは。うんうんうん、そういう排除できないものもあるじゃないですか。ああ、そうなるとまあそれは人と関わりを持ってきたりなんかするんで。でも近くで得られる情報、手探りで試行錯誤して得られた情報、いろんな種類の情報がありますからね。そう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 、確かに。ちなみにオタクとマニアの違いとか書いてあるんで、オタクのマニアの違いをちょっと端的に、まあ、さっき端的にざっくり言いますと、はい、マニアは外に向かってます。ああ、マニアは外に、はい、じゃあオタクが内に向かってるかというと、内に向かってないんですね。はあ、オタクは自分に向かってます。はあ、オタクは自分に向かってます。さっき言った通り、うん、マニアの大財前提は自分がやっていることを評価してほしい。はいはい、やってね、認めてほしい。はいはい。オタクは何かそれをやっている自分を認めてほしい。ああ、な
評価してほしい。そこが違うのね。まあ、全然違う。ああ、すごいね。うん、簡単に言えばそう。高尚なもののように思えてきた。うん、だから、それでの会話は僕なんか特にそのアニメね、うん、昔から好きだから、うん、アニメの喋る仲間と喋る。で、うん、やっぱアニメの会話なんて、同世代だったら普通に出るんですよ、飲み会に行けば。はいはいはい。例えば相手が公務員だったり、全然オタク系の子じゃなくてもね、喋、うん、って、でもその中で、普通に会話ができる場合と、うん、普通に会話ができない場合があるわけですよ。うんうんうん、普通に会話ができなくてディープになっていく場合では、オタク、なこと喋るようになっちゃう場合ありますよね。うん、でもオタクなこと喋ってくるなってくると、うん、結局話の最後が、うん、そのあんまりこういい感じで終わらない。なぜかというと結局さっき青森くんが言ったみたいに、うん、向こうが僕に対してどれだけ自分より知識があるんだっていう勝負を吹っかけてくるんで、うん、結局、ね、ディベートになっちゃうんですよ。アニメのディベートになっちゃってつまらん。ああなるほどね。だけど例えば。アニメで例えば議論をするっていうので言うなら、うん、別に結局それ一つのアニメーションのこう例えば何でもいいですけど、うん、まあ巨人の星なら巨人の星でも何でもいいけど、うん、それでこの生き方がどうだとかこうだっていう議論なら全然建設的なような気がするんですけど、うん、そんなことはないんですか？だからそうじゃダメ。そういう会話になればいいんですよ。あ、ならない。だから、まあ、そうだ、結局あくまでも、オタクの場合はその他にも好き嫌いっていうセンスの問題が入ってきてるんで、はあ、そこまで話したがれませんよね。そっちに持ってきたがらない。そうではない。ああ、そう、あ、なるほど。要は、あくまでも例えば僕らが話す場合って、はあ、アニメというものとして前提で話しますよね。うんうんうん、彼ら現実のものとして喋るときがあるんで、その現実のものとして喋れてきたときに、うん、もうズレがあるじゃないですか。はいはい、えみたいな。うん。はいはいはい、はい。そんな子いねえし、みたいな感じで、ね、まで考えてくれよ、みたいな。ちょっとやばくねえ、お前、みたいな。そうなってくると話が合わなくなってきますから。ああ、そういうことですか。はい。うん、昨年名古屋モーターショーに行きましたが、マイクが華やかに展示されているように見えて、あれもいいな、これもいいな、これ本当人間がやってるんですかね。なんかロボットかなんか。これロボットデジャブデジャブ。エラー起こした。それか全く同じ。エラーだよねこれね。今あそうだね、うん、全く同じことを考える人がいるかもしれないですよね。こういや違う、エラー単なるエラーだね、うん、アカウントが違うもんね、うん、エラーの、うんうんうん、あそういうこともある。だからね、結構、うん、ここでオタクっぽい話をしてる割に、うん、なんだ、ね、僕、オタクを結構攻撃するじゃないか思うかもしれないけど、うんうん、そうじゃなくて、だから、そんなオタクになるなっていう、僕の熱い思いがあるわけですよ。はい、せっかくだったら、うん、みんなから愛される、うん、その、一変態、一アイマニアになってほしい。アニメの子だったら、まあ、彼に聞けよ、彼呼ぼめ、みたいな感じになるぐらい。人に毛嫌いされてるようでは、それはダメですよ。あ、つまり、貧困法制な、そうそうそう、オタクになる。そう、知識、あくまでインテリジェンスだね。あ、インテリジェンスだ、うん。インテリジェンスの情報として、豊富にこう、アニメの情報を持ってるみたいなね。うん、それに関してはもう、博覧狂気みたいな感じになってくれればいいんだけども、そうじゃなくて、結局、ドヤ顔されちゃうもんだから、そんなんじゃねえよっていう話になっちゃうわけですよね。なるほどね。で、また結構その、オタクでこう、たくさん喋れるオタクってあんまりいないんですよね。はい。やっぱオタクなゆえに、とんがっちゃってるんで、はあ、狭いんですよ、はあ。だからフィールドから、はあ、だからこのキャラクターの話は、はあ、もうエベレストより高くマリアナ海溝に深く知り尽くしてるんですけども、はいはいはい、うん、ちょっと離れてじゃあこの隣の子はどうよみたいな感じになった時に、はあ、うんうんうん、何も知らない。はあ、うん。いわゆる中二病になるなということでしょうか。ああ、そうですね。中二病っての僕もあんまり把握してないんで。中二病ってどうね。もう中二病ってよく聞くけどどんなやつ？これ中学2年生、ね、中学2年生の病気なんだけど、そう、うん、どういう病気ってこと、まあ、14歳のジレンマみたいなもんなんですかね。でも誰でも経験しちゃう、ね、うん、経験して素直にね、うん、乗り越えてこれる部分もあるもんで、結構あるね。みんな俺も洋楽原理主義者っていうか、洋楽はすごい、日本音楽をしたり、日本の音楽はダメだみたいなね。それはやっぱり経験しとったもんで、3年間。まあ俺も中二の頃だったね、ジェームズ・ディーンにハマった時に、リーバイスはダメだ、ビジネスに走ったみたいな感じで、リーじゃなきゃダメだみたいなね。でも実はリーは秋田で作られててショックみたいなね。あいに国産みたいな、エドウィンみたいな感じで国産ショック受けたみたいなのがあったけど。すごいですもんね。ギターとかも佐渡島で作ってるギターもあるもんね。ええー、
マジっすか。どうでしたっけ、忘れたけど。だからそういうのがあのあなのかな、そういうのはね通過してくる点としてあるもんね。絶対何々主義ね。あ、中川さんなかったですか、なんかこう。いや、あんまりないけどな、うん、あんまりそういうことを考えたこともなかった。うん、だからとにかく変態と、だから個人的なもんで、まあそんな感じ。だからもう日本が誇る、うん、世界に誇る文化、うん、考え方ですよね。あ、じゃあこれは一つの変態というのは哲学ですか。そう、だから結局哲学イコール西洋のね、学問みたいなのもあるけど、実は日本にもいっぱい哲学みたいなのもいっぱいあって、はい、その中の一個ですよね、変態っていうのは。あ、で実はこれが、うん、そのいわゆる日本のそのカルチャー史を見ると、もう根底にあるみたいなね。あ、日本のカルチャーの根底には変態がある。え、変態ですよ。その誰かの変態イズムが飛び抜けてきて、それが成功して受けて市民権を得て拡張していく。なるほどね、そういう高尚な話になってくるんだ。だってこれ日本なんか特に深夜番組なんかそうじゃないですか。深夜番組がゴールデンに進出ってそういうことじゃないですか。深夜番組の企画なんか、本当にくだらんもんとかあるじゃないですか。でもあれで言えば放送作家が面白半分で作った企画だったり、真剣になって作った企画かもしれないけど、やるじゃないですか。それをディレクターとか制作側が見て、あ、これ面白いね、やってみようねってやって、やってるうちに視聴者から受けて、好評になったら、ゴールデンで一回ドーンってやってみたいな感じになるじゃないですか。あれなんかまさにその、これ受けるかな、どうかな、わかんないけど、まあ深夜だったらいいよみたいな感じでやった、一個のちょっと、変態っぽいことが、みんなに受けて、はいはいはい、あ、それは面白いって受けていって、じゃあゴールデン、みんなの目に触れるところに出してみたらどうだっていう。だけど、あの、ゴールデンに行くとさ、つまらなくなるよね。そうなんですよ。なぜかというと、守りに入るからです。だよね。そう、守りに入っちゃうから。あれね。でも、守りに入らざるを得ないんですよね。それぐらい、なんだろう、深夜帯でやってる方がコアなことやってるんで。あのね、僕ね、あれ思うじゃんね、クレームが怖いんだと思う。そう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 。もうお役所とかなんかが、例えばね、こう日照だったら10万人、17万ぐらいですかね、の都市だよね。で、多分こうなんかがこう作らないっていう時に、はいはいはい、クレームが来ると思うんだね。ほんでクレームが来るって言ってほんのちょっとだよね。でしょうね、でしょうね。そのほんのちょっとのことに怯えてやめるわけ。そう。例えば日清かなんかで、日清市かなんかが花火を打ち上げるときに、やっぱり原発のあっちの方から花火をこう持ってきたときに、トリビアの泉なんかはゴールデンでも面白かったように思ったのですが。あれは良かったね。で、結局日清氏は、結局、いやいや、別に。あ、くれめくれましいんですよ、あったから。気をつけようかなと。日清氏は結局、例えば日清の人たちの大半はあの花火を打ち上げても何とも思わなかった。ね、当然でしょう。ただ、結局クレームを出された何人かの方々の意見の方を尊重しちゃったんだよね。結局ゴールデンに行くっていうことはそのリスクが背負いきれないっていうことかね。どうなんですかね。結構ね、今このもうフレーバーチャンネルっちゅうのでやるときは、多分こういう話題はないと思う。で、僕の場合思ってるのは、まあリスクの面もありますけど、やっぱ予算が与えられちゃうのが問題かなと思うんですよね。あ、予算が。要は、深夜番組の時の面白さって何かっていうと、きっと手作りなんだろうなとか、きっと一生懸命やったんだろうなっていう、あの一生懸命さが伝わるんですよね。でもゴールデンになって予算を与えられて、人数を、スタッフの人数を確保されて、で、これぐらいのタレントを呼んで、こんな感じでやるからって規模ドーンとでかくなっちゃうと、大味になりますよね。要は外注に出したりとか、そっちに頼っちゃう。ね。で、本当は、放送作家が考えた方が面白く煮詰まるのに、ちょっとこう、アシスタントの子にやらせてみるだとか、他のもう一人の構成作家、サブの人に任せたりとか、この部分は自分が手一杯なのでやっちゃう。そうすると、味がどんどん、テイストは変わっていっちゃう。で、なおかつ、だからこそ、
深夜番組の時から同じペースでやってる、意識してる番組っていうのは面白いままなんですよ。あ、さっきあのコメントにあったトリビアの泉とか、ああいう風にそのままの点、あの質を維持できるものもあれば、明らかにお味になっちゃってるっていうものもあるじゃないですか。要はその番宣の糸が見え見えになってきたりだとかね。あの偶然偶然にもこう映画があのできると急に、うん、あのタレントさんがゲストが良くなっちゃったりどね、めちゃめちゃいいゲストが来ちゃったりとか、うん、だからああいうのになっちゃったりだとか、うん、そうなってくるとね、うん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 、なるほど、確かに言えるね、うん、昔って7時とか8時の時間帯って30分番組とかあったですよね、うん、そう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 、うん、あれでやればいいと思うけど、うん、そう、だ何もね時間を大きくすることないと思うんですよ、ゴールデン出るからって言って、はいはいはい、30分にして、うんうん、あのクレームを出した人たちってもしかして市民団体プロ市民などと呼称する場合もあるようですが、迂回われる連中と思考回路が一緒なんでは。まあそれに関してはコメントを下げますあのそれに関しては政治的意図からコメントを下げますはい、政治的配慮でコメントを下げたいと思います。あ、まあ確かにね、うんうんうん、まあ、怒られちゃうって感じ、そう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 、怒られちゃうって感じだ。何にでも反対する人はいるっちゃいないと困るんだよ、うん、ただそれを組む組むか組まないかっていうので、そのね、民主主義とかそういろんな主義もあるし原理もある、イデオロギーもあるんで、あの一つには僕度胸がないと思うじゃん、うん、上のほやほでしょ簡単に言うと上の度胸があるかないかで、結局それをごめんねで片付けとけるか、それにビクビクして結局それをこうクレームが来たでやめるかっていうことだと思うんだ、うん、だから逆に言うとチャンネルがこれでねデジタルで細分化していくんだから、うんうんうん、もっとこうああいうねくだらないとか過激というか、うんうん、そういったことを意識しないような番組はもっと増えてってね、うん、でどんどんそっち方面に割れてきゃいいと思うんだけどね、うんうんうん、メインの地上波10、うんうん、6局7局は今まで通りの方でやってればいいけど、うんうん、他に枝葉でね、うんうん、いろんなチャンネルができて、うんうん、いろんなことをやってくれた方が、うんうんうん、選択肢はこっちにあるわけだから、うん、それで選びいただくのことだもんね。だから今テレビ局が結局視聴率今取れてないじゃん、うん、結局ねほらね取れないと思うよ。だって普通にケーブルテレビもねできて、はいはい、そうそうそう、これでもってインターネットもこうやって普及しちゃって、うん、だって昔みたいにみんな一斉にこの8時台全員集合で 50% の視聴率なんてもうありえないもん。変態三田さんが 40% 取ってね、うん、でみんなでさ、なんでかってあれ簡単で今までやってなかったことやっただけだもんね、うんうんうん、あれはだけど最後の 40% 取るために相当番組で番宣したよ。それやったよ。めちゃめちゃやってるよ。もうあれびっくりするよ。うん。うん、僕なんか三田さんのこの最終回の界隈、ね、最終回があって、その最終回のとこの番組欄見たら、うん、三田さんのこの特集がいくつかあったもんで、そうそうそう、全部録画したよ。うん。あ、確かにね。うん、だって専用チャンネルだと最後までやってくれるし、ね、やってくれるからね、うん、そう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 、それはそれでいいんだよ。昔はテレビ局って野球がすごい視聴率取れたから、うん、延長したもんね。延長したやん、うん、今だって延長しないもん。絶対しないもん。クレームがそれで入るもん、うん、延長することによってクレームが入るからね、うんうん、多分昔は逆だったと思うね、うんうん、延長せんことでクレームが入ったけどね、うん、だからフィギュアスケート延長するもんね。フィギュア、バレーとか延長するよ。サッカーとか延長、普通に延長するじゃん。野球だけじゃ今延長せえへんの。あ、如実に人気がないスポーツが分かるもんね。うん。開いたー。うん。野球はまだいいですけど、J リーグなんかもうかわいそうですもんね。深夜枠か放送。いや、J リーグはないじゃん、放送枠が。あの頃はすごいやってたけどな。でも J リーグは人気がないかというとそうじゃないんだよね。そう。あ、盛り上がってんだよね、ちゃんとね。うん。まあ、だけど一部の人かもよ。いや、でも一部の人でいいんじゃないです数が一定数おるし、うんうんうん、だってチームの数多いし、今 J2 すごいですよ、今20チームぐらいですよ。あ、そうなの。ちゃくちゃあるが、うん、プロシーでまた2チーム昇格してるもんで、へえ、ねえ、あんだけこうチームあってさ、うんうん、お客さん呼べて商売になるのあれって。ならんとこもあるよ、いっぱい岐阜とかね、うん、で債務超過とかっていうとこも実際出てきてるもんで、うんうんうん、今から、うん、最近だと大分とか、うん、東京ベルディとか、うん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 、あの辺りも UDMM460、うん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 、J
ち合いの途中ですが、ここで中止させていただきます。続きはラジオでない。悲しいよねこれね。あ悲しいね。悲しいよね。悲しいよね。確かにあるな。だけど昔 J リーグがすごく流行ったよね。あの時の勢いって。だってあれって自然現象で流行ったわけじゃないじゃん。あ流行らせたじゃん。完全仕込みじゃん。まあ、だから落ちてくるのは当然じゃん。なるほど。でも、サッカーの最大の武器は4年に1回盛り上がるんで。ああ、まあ確かにね。確かに、ね。4年に1回定期的に盛り上がってくれるって強みがあるじゃないですか。だけど、4年に1回、盛り上がるのも、結局はね、もう日本が そこまでのレベルに達してくれたからだ。そうだよ、そうだよ。だからそのために J リーグが必要だったじゃないですか。ああ、確かにね。J リーグがなかったらここまでレベル上がってないもんね。上がってない、上がってない。要は、自分の国でリーグが、プロリーグがないと世界に選手を出せないので、で、世界に出した選手が力をつけてきて帰ってきてくれて、結局それは日本代表のね、底上げになってるから、確かに。それは必要だと思いますよ。ただ、プロ野球のいかんところは結局、ワールドがないもんで、なるほどね、だこればっかりはどうしようもないですよね。世界的なあれで見ちゃうと、一部の国のスポーツだから。だって、サッカーボルガリアやれるもん、ね、お金かからもからもん ね, かかもんね。あれがすごいよね。サッカーすげえよと思う。野球ダメだ、設備費かかりすぎだもん、設備費が。やっぱり野球はやっぱりプロ野球のチーム名に必ず企業名がほとんど入っちゃうもんね、どうやっても、はいはいはい、そうだね。 UBMM460スポーツデポで買い物をすると名古屋グランパスの観戦チケットがもらえるのですが、なんで2人1組なのかとカップル限定ですかっていう。違うって、窓際君考え方がね、硬い。カップル限定じゃない。あくまでも二人で行ってくれってことなんで、何もか、女の子で行かなきゃいけないなんて、どこにも、誰も強制してないよ、そんなの。なるほど。ラブホテルじゃないんだから、ファッションホテル、ビューホテルじゃないんだからさ、男同士と二人行きゃいいんだって。親と行きゃいいんだって。それって2名じゃないと絶対入れないんですか？みたいだよ。2名チケット、2名セットのチケットどこで。だからそれは親子で行けってことでしょって。カップルじゃなくて親子で行けってこと。ファミリー向けね。まあ、そうですよね。と取るべき。2枚、2人入れてお値打ちだよってことでしょ、これ。単なるそれだけでしょ。1人1枚では味気ないからね。というよりも、そのぐらいしないとお客さん入らないってことでしょ、これ。お前満席なんだろうね。結局そういうことでしょ、これ。ちょうど喫茶店のコーヒーチケットが11枚綴りになってるようなもんでしょ、これ。お得感をね、お得感出して盛り上げるためのね。お得感出さんと売れねえもんみたいな。そういうもんじゃねえのこれ、そんなカップル限定だとそんな悲願でもしょうがないですよ、そこは。そこはもうね、割り切って、なるほどね。だけどまさかこの変態の話でここまでこの全然違うことに話がいくとは思わんかったな、まあ変態の話もしてもね、だから変態っていうのはね、結構交渉でしょ、哲学でしょ。ちょっと僕変態という言葉を下ネタ用語ではないんですよ。これは日本の文化センスなんで。なるほどね。ちょっと僕もちょっと反省しなきゃいかんかな。だから日本の美ですよね、アートで。あれだから絵で言うんだったらアニメというね、はいはいはい、そういうアートな関係であったら日本の美ですよ。要は日本刀とかと同じですよね、感覚的には。機能美、様式美、いろいろありますけど。日本の美学として、これ変態というね。だからさっきのあの英語になってるってほんま？ほんま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 。変態ほんま、変態ほんま、通じる通じる、世界語、いわゆるオタク、アニメ、変態、漫画、通じる、全部通じる。でも多分ネットスラングっていうか、そうスラングだけどね。ネットの中のその一部の人たち、まあ数が結構多いですけど。ただその今僕が説明した意味じゃないけどね。さっき言ったそのアニメの萌え系のキャラのことで、変態っていう。変態チックなっていう表現、はあはあ、でそういうニュアンスで取られる。じゃあ変態チックっていうのは可愛らしいっていう表現になっちゃうわけ。まあそういうことになっちゃうね、向こうの人たちの感覚ではね、はあ、ただ俺が僕がこれ説明する変態は違いますよ、はいはい、変態っていうのはもう何だろう、一つの個性ですよね、はあ、なるほど。逆にそれがない人はちょっと人生もったいないなみたいな。あ、だから何か変態なものを自分の中に見つけてもらって、それを核にして、何かあったって心が折れそうな時は、そこに立ち返れるように。
人間は変態に戻れ。帰れる場所としてね、変態を作っとかない、変態の部分を作っとかないと。なるほどね。それは角砂糖をこう舐めるでもいいんですよ。何でもいいんだって趣味の子はね。うん。でもその時に、自分に、素の自分に戻れるみたいなのがあった方がいいじゃないですか。なるほどね。会社で上司にボロクソ言われた、ね、学校で先輩にいじめられた、なんかの時に帰ってきて、ガサガサッと大丈夫で、角砂糖をペロッと舐めると、はぁ、ってこう自分に戻れる。はいはいはい。リセットができる。なるほど。そういうとこは持ってて。ほんと、長く生きてるうちに、どこかで、例えば、中学、高校、大学と進学していく中で、同じことをやってる人に出会うかもしれない。角砂糖舐めるとホットせんって言うと、する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 って言ってね、俺昔からやってたみたいな、意気投合するかもしれない。ほんと、それが生涯の友になるかもしれない。ああ、なるほどね。うん。確かに、あれだよね。例えば、学校とかなんかって、友達ができやすいのは、結局、まあ、同じ釜の飯を食ったっていうわけじゃないけど、同じ時間をやっぱ過ごして、うん、やっぱり、こう。UBMM460、みんなで変態になれば怖くない。チャンスされちゃうライブアット。微妙やな。うんちょっと微妙やな。まあね、あんまり、でも役に立たん。役には立たないよ。立たん。本当にもう。全く役には立たない。いや、でも、人の役に立たないんですよ。自分の役にはめちゃめちゃ立つんで。あなるほど人のためにはならん。でも、自分のために役に立つものを持ってない人が、うん、なんで人の役に立つんだという。あ自分の飯も満足に食えない人間が、なぜ他人に飯を食わせてあげれるんだと。ああ、なるほどね。余裕を持てと。それは物質的な余裕ではなくて、変態なもんブズブズ持つということは、気持ち的な余裕としてね、マインド的な余裕として、自信を持てということですよ。まあ確かに、その考えは確かにそうだと思う。やっぱり人を助けようと思ったら、やっぱ自分に余裕がなきゃいかんし、やっぱ自分に余裕があるっていうことは、もっとこう言うと、もうやっぱり人間が大きくなってないといかんので、ねうん、助けられる方もね、パニックってる人間に助けられて、道は避難路教えられもらってもね、怖いもんね。怖い怖い。うん、あっちらしいですよ。あっち、右も逃げるとね、大丈夫らしいですよ。いや、道ありますからって言われてもね、お前大丈夫かって感じだもんね。よく溺れてる人間を助けるだったら、うん、結局、そこに飛び込んだらダメじゃない。うん。うん、結局は。そうそう。しがみつかれて会うと。はい。結局は、やっぱり、この岸から、こう例えば竹の棒かなんかでこう引き上げてあげる方法しかないじゃない、はいうん、やっぱそのぐらいのこうゆとりを持った状態、うん、やっぱその状態を作るためにはやっぱりその人間が大きくなるこの場合の人間が大きくなるっていうのは立派な変態になるということ変態な部分をまず確立させるということですね、はいうん、自分中のをまず持つことですか、うん、そう、はいそれは恥ずかしい部分のことでもいいんですよ。言わなきゃいいんで、バレなきゃいいんで。で、バレた時は、顔を赤くして笑うだけでいいんですよ。ね、かの有名なハリウッド大物スターがね、うん、お尻の穴にネズミ詰めて出せんくなって病院に運ばれたみたいな昔有名なエピソードがありますけど。あれは何本当なの本当でしょう、ゴシップとして今でも伝説になってるけど。あ、そうなんだ。うん、すごいじゃん、うん、すごいよね。ただ今はネットのおかげでこう流れが早いもんで、はい、そうそうそうやらかしても多分すぐなくなっていっちゃうから。ああ、うん、なるほどね。だから2年前3年前の、うん、結構その個人情報とかさらされても結構もう残ってない、うん、じゃあ残ってないですよ。ああ、なるほどね。恥ずかしいことだろうが、うんまあ、本人はちょっとあれかもしれないけど本人はすごい精神的にあるかもしれんけど。確かにネットの世界って早いもんね。早い早い。うん、それに、ね、例えば本当にこうネットってさ、僕ら一番最初にやり始めた時にまず思ったのがさ、怖いと思ってる、ね。いや怖い。いや僕らの世代、うん、やり始めネットがこう、うん、なんだろう、大人になってから知った世代って一番最初の感覚が怖いなんだよね。きっと。うんうんうん、そうなんだよね。例えば。僕なんかまあコーヒー嫌なんでコーヒーの話をこう書くわけじゃん、うんうん、とねやっぱり怒られるんじゃないかっていう、うん、やっぱこう例えば僕のこうなんか間違ったことを書いたことにこう指摘されるんじゃないかみたいな気持ちは最初あった、うん、だけど
そんなに見られるもんじゃないということが分かった。そうそうそう、逆にね、そう、それが分かってくると、うんうん、もうある程度怖いもんなくなってきますよね。うんうん、結局は、なんつうの、自分が思ってるほど、見られてない。見られてない。うん、知られてない。そう。芸能界。全然知られてない。芸能人は、自分がすごい有名人だと信じておるかもしれんけど。そんなにね、インターネットの世界から、ネットのウェブの世界からしてみると、そんな大したことはない。昔のは選手の住所と乗ってたそうだね。そうだから昔のアイドルとか、うん、まあ1970年代60年代なんてファンレターの宛先住所でしたからね。そう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 。そうだよ。すごい今考えるとありえないですもんね。で、うん、今の若い子たちは逆にネットの世界を俺ら怖いと感じたけど、うん、今の子たちは怖いと感じないからおかしくなっちゃうんだよね。うん、狭いと感じてるから。なぜ狭いと感じれると思うんだけど、うんうん、ネットの世界はネットの世界って言ってこう箱の中の閉ざされた世界だと思っちゃってるから平気で自分のこと全部書いちゃうんだよね。あとバレてもバレちゃまずいことがバレちゃったりとか。僕らはあくまでも外の世界、外に向かってやってるって意識があるから、うん、抑えるとこ抑えちゃうじゃないですか。今の場合はその意識がないんで、はいはいはい、自分たちの中だけでのコミュニケーションだと思っちゃってるから、うん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 、第三者が覗けないと思っちゃってるからね。3社どころか4社5社6社7社も何百人何億人が見れるからね。うん、そうなんだよね。うん、だからなんつうの、たまにああいうこうブログだとかなんかでも、うん、これ書いちゃうんだと思うようなのあるもんね。自分じゃ8日間はそう8日間は選ぶもんね、うん、文章言葉選んで書くけど、うんうんうん、だからそういう意味では、すごいね、うん、だからネットで一番問題なのはネットの危険性どうこうっていうのも使う側がどれだけ理解してるかだからね、うん、やっぱ結局そこになっちゃうんだよね、そう考えるとやっぱネットもやっぱ人間が大人にならにはいかんから、そうだからネットを規制するどうこうよりもネットの使い方のもと啓蒙をせねえかんですよね、理由を使いもう生かし方のね、結局相手に対してある意味敬う気持ちを持ってないと、そうそうそう基本的にそう、だからこれは確実に本音を喋っていう機会ではないんですよ、あくまでもネットの本音の戦いがあるわけで確実にそれをね心の代弁者にはならないんでこの機会は、そこを分かってもらわないとえらいことになっちゃうからね。確かにね、それは言えるわ。どっかで話まとめてくれんかね、まあというわけでまあいろいろ今日話が広がりましたけど、まあ、話が広がるということは、まあ、それだけ奥が深いという、まあ、ことにもなりますんでね、まあ、変態、まあ、カタカナの変態ということでね、これからも覚えて、あ、ごめん、あれこうくじを引くのを忘れとった、まあ、いただければ、まあ、くじ用意してもらってるんで、はい、あれなんですけど、まあ、とにかく変態というのは決して悪いことではないし、ね、結局まとめるとラブ&ピースなんで、変態はね十分に俺変態じゃねえかなと思ってる人は変態を楽しんでね、いただければいいというふうに思います。はい、はい、来ました。よいしょ。ああ蓋取っちゃった蓋壊しちゃった。ダメだよ、大事なんだ。さて明日の月曜日の誰ちゃんのテーマはですね、じゃん、でも規制するのも日本の文化いい文化だと思いますけどね。F1 はルールがある中で速さを競うんで面白いわけであって、うんうん、だからやっぱり規制した方が、規制するのは日本の文化だと思うし、それによっていい面も出てくるんで、フリーダムになるとアメリカみたいにろくなことになりませんからね、あれはまずいなというふうに思うんでモンスターエンジン、そう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 。で、はい、次回のテーマアニメです。明日アニメ、明日アニメなんだ。アニメです。まあ明日のアニメもより濃い話がね、まあ今日の変態から多分こうリンクする部分も出てくるんじゃないかなと思いますが。なるほど。お楽しみにしていただきたいというふうに思いますので。はい、わかりました。はい。はい、じゃあ。じゃあ今日は、青山くんとゲストを迎えて、変態の話をね、青森くんか。青森くん、変態の話をね、あくまでも下ネタに走らずにいけたんではないかなというふうにも思いますんで、こんなところで。今日は終了したいというふうに思います。どうも1時間ありがとうございました。はい、おやすみなさい。